きがい福島。山根舞子です。フリーランスでライターをやってます。神奈川県横浜市出身で福島県に来て今年で丸9年になりました。今は双葉町に暮らしてます。福島県に来たきっかけは双葉町復興支援員というお仕事でした。移住してきてからこの地域ですとか町ですとか人ですとかそういったところにすごく魅力を感じながらもそれがなかなか私の出身である神奈川県とか県外に届いてないなというふうに思いましたのでそれを発信したいなと思ってライターをしてます。県内でも双葉町って住めるのかなっていうふうに思ってる方もいらっしゃるんですけれども2022年の8月の末に双葉町住めるようになりましてそれに伴いまして新しく綺麗な住宅ですとか役場などがたくさんできてます。双葉町はこれからみんなで作っていく町だなというふうに思ってます。古いものと新しいものが共存してそれで新しい人と今までいた人が共に町を作っていけるそんなところが双葉町の魅力だと思います。未来ワーク福島移住セミナー札幌で初開催します。